ず痛み、外反母趾の痛みがあったと思うんですけども、はい、どんな感じで痛みがあったんでしょうか。ですね、まあ、合わない靴を履いたりとか、はい、あと長く歩いてると、うん、ジンジンと痛んでくる、うん、あ、ジンジンと痛んでくる感じ、はい、そういうのがありました。はい、辛いですよね、はいはい。で、整形外科とかには当店来る前に行かれたんですか。あ、はい、整形外科に行って、うん、でレントゲンも取ってもらって、土踏まずの、角度がこう落ちてきてしまってる、はい、扁平足に近いよ、特に左足なんですけど、はい、扁平足に近いような状態になってました。あ、そうなんですね、はい。で、結局インソールは作られたんですか。あ、インソールはちょっと靴とか選んだり限定されてきちゃうような感じで、はい、ちょっと面倒というか、可愛い靴とかなかったので。あ、なるほどね、はい、ちょっとやめちゃいました。はい、はい、ありがとうございます。で、当店に来て施術受けられてですね、はい、で感想を聞かせください。あ、まず痛みは全然、はい、なくなったので、はい、はい、改善、はいはい、しました。あ、よかったです。はい、はい、あとは施術をしてもらった後に、はい、トレーニングの仕方、はい、土踏まずを上げる意識とか、うん、はい、そういうトレーニングの仕方を教えてもらえるので、はい、自分でもこう意識ができるようになりました。はい、はいはい、よかったです。はい、じゃあ同じようにですね、外反母趾で悩んでる方がいると思うんですけども、そういった方たちにメッセージお願いしたいと思ってます。はい、一人で悩まずに、善は急げなので先生のところに早めに、いらしていただいた方がいいと思います。はい、ありがとうございます。